その日さえ良ければそれでいい。その日暮らしすももです。こんばんは。今日は悩んでることがあって、で、悩んでる内容は起業したいっていうことなんです。で、私は結構脱サラをしたいんです。 で、なんかその脱サラするにあたって、ちょっといろんな人の意見があって、なんというか、親もまあめっちゃ賛成ってわけじゃないけど、なんか会社勤めというか、仕事をして、その定職についてる方が、定職っていう言い方は何なんでしょうか。その、まあ、私契約社員ではあるんですけど、まあ、ちゃんとその社会保険に入って、給料を毎月もらえる、まあ少なくても、まあ安定は、まあ1年更新であっても安定、正社員並みの安定っていうわけではないけど、まあそこそこ安定って言葉はあれなんですけど、まあ安定なんですかね。で、私は何と言っても脱サラをしたくて、何というか、やっぱり時間に縛られたり、やっぱりその仕事って、まあ今の仕事はそこまで嫌な人間関係とかはないんですけど、やっぱりその社会にいる限り、社会にいる限り、なんかその仕事をしている、その、まあ、どうしてもチームで仕事をしていると、やっぱり気を使わないといけなかったりするので、 まあそういうところが私はすごい嫌いなんですよね。 で、まあ今その YouTube をしてて、まあ今の職場は副業が OK ということで、まあ副業で、その今 YouTube を頑張っ、まあ副業で頑張ってるんですけど、まあ副業をその本職にしたいっていうのがあって、まあそれを、まあ親はそこ、まあ意外に私の親はそこまで反対はしてないんですけど、実はその母親の妹、まあ私にとってはおばなんですけど、そのおばが、まあそのハローワークで仕事をしてて、まあおばもその正職員ではなくて、まあその私みたいに期間限定というか1年ごとの更新で、まあ働いてるんですけど、まあやっぱり身内ってこともあると思うんですけど、そのやっぱり安定してないから、その 安定してないからじゃなく、なんというか、その会社勤めというか、契約社員であってもちゃんとその安定した給料を得て、安定がある方がいいって言ってて、まあそれも身内だからこそ言ってくれてて、まあすごいよく私のことを思ってくれてるから言ってくれてるとは思うんですけど、まあ確かにって思いまして、その、まあすぐに結論を出すことでもないんですけど、まあそのいろんなその人がいるじゃないですか。で、その時に思い出したのが、この樺沢紫苑先生の「インプット大全」っていう本を今ちょっと取り出してみてて、でこの本が「アウトプット大全」と「インプット大全」っていう、まあ、こっちはアウトプットに特化した本で、こっちはインプットに特化した本なんですけど、で私もすごいアウトプットがすごい大事だと思って、まあ特に今みたいに悩んだ時とかはグダグダ悩むんじゃなくって、
まあ、書くとかもいいと思うんですけど、せっかく YouTube やってるから YouTube でちょっと発言してみようかなと思って今日は動画を撮ってます。で、まあその樺沢紫苑先生は YouTube もやってて、まあ、YouTube でも何回かおっしゃってたのは、まあ、副業、今の本職をやりながらその副業をして、まあ、副業の方が軌道に乗ってその安定した安定その服の方でもいけそうになったらその本業副業を本業にするみたいなことをおっしゃってましたし、私もそれがやっぱいいのかなって思いました。で、私はすごい本で、まあまあ、その書いてあって、まあ、3人3者3様の意見があるって、まあ、起業したい何が正しいって書いてあって、まあ、それぞれみんな言うことがバラバラで、まあ、私もなんだろうな、反対されたら結構うーってなってやめてしまうタイプなんですけど、まあ、反対してる人の意見も確かに分かる部分があって、でまあなんだろう、私はその起業したいのはやっぱりその自由な時間がやっぱり欲しいです。まあ、でもまあ今その今すぐにどうちゃらこうちゃらっていうわけでもないので、まあ今日はちょっとそういうのが悩んでたっていうのを YouTube のネタにしてみました。皆さんはなんか反対とかされたらあまり自分の意見をぶっ通せる人でしょうか。私はあまり自分のその考えに信念を貫くことがなかなかできなくってあかんなって思ってます。まあ、また皆さんもいろんな意見を持っていると思うので、もしアドバイスをいただければ嬉しく思いますので、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いします。バイバイ。